はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。いや、大変なこと起こりましたね。びっくりしました。ネットはトランプのニュースで、溢れております。現在までに、分かっていることをお伝えいたします。現地時間13日18時頃、日本時間では今日の朝7時頃ですね、アメリカ東部ペンシルバニア州の政治集会でトランプ前大統領暗殺未遂事件発生。演説中のトランプが突然耳を押さえる、 SP 数人が飛びかかってしゃがませる、SP 数人が覆いかぶさるようにその場で固まる、数分後っていうかしばらくした後ですね、トランプと SP が立ち上がって退場するが、退場途中でトランプがガッツポーズを3回決めるという、こんな絵ですね。映像からわかるのはこんな感じであります。その後の続報であります。トランプは病院に行ったがすぐに退院した。脇腹に一発入ったが防弾ベストで助かった、こちらは真偽不明であります。トランプ、ビュンビュンという音と銃声が聞こえ、すぐに銃弾が皮膚を裂くのを感じた、右耳上部を撃ち抜かれた、コメント全文。ペンシルバニア州バトラーで発生した銃乱射事件について、米国シークレットサービス、そして全ての法執行機関の迅速な対応に感謝したい。早かったですね、SP ね、飛びかかるの。最も重要なことは、殺された集会参加者の家族と、重傷を負ったもう一人の家族に哀悼の意を表したい。私たちの国でこのような行為が行われることは信じられない。犯人は現在死亡しており、現時点では何も分かっていない。私は右耳の上部を貫通する銃弾を受けた。何かがおかしいとすぐ分かったのはビュンビュンという音と銃声が聞こえ、すぐに銃弾が皮膚を裂くのを感じたからだ。多くの出血が起こったので私はその時に何が起こっているのか理解した、アメリカに神のご加護と、トランプ撃たれた後続けてですね、7、8発の銃声が聞こえた模様を、まあ乱射事件と言っていいのかな。隣にいた女性一人が頭部に銃弾を受け死亡、他にも撃たれた人がいる模様、重傷者1名みたいですね。トランプのコメントから推測すると、亡くなられた方にお悔やみ申し上げます。犯人を警察狙撃手が射殺、それを確認できたから立ち上がれたのかな。覆いかぶさって固まっておりましたけども、警備、警察、SP の狙撃手の、画像であります。ABC 報道、犯人は集会所の外の低い建物の屋根から狙撃した。距離は180から270メートル。まあ、これ200、300ヤードってことなんだと思うんですけれども、これね、BBC の報道だとですね、ライフル持って、よじ登ってるやついるよって警備に言った人いたんだけど、警備に無視されたって話なんですけどもね。上空写真で見るとめちゃくちゃ遠い。まさかこんな遠くてあれかって、会場狙ったんじゃないって思われたんですかね。これあれですね、遠距離ゴルゴがっていうぐらいあれですね、遠いですね。アメリカの一般警察官が求める水準だとですね、警察署に、狙撃手っているじゃないですか。腕がいいとされる狙撃手は100メーター先の弾を割れる狙撃手が腕がいいだそうで、それ200メーター、300メーターだったらそういうわけにもいかないんでしょうね。遠かったとはいえですね、いや当たらなくてよかったですね、本当に。こんだけ遠いと弾の勢いも落ちてんだろうな。防弾チョッキで防げるぐらいね、ライフル弾、ピストル弾じゃなくてライフル弾防げる防弾チョッキってあんましないですからね。射殺された犯人とされる画像を、倉庫の上に横たわってますね。こちらも真偽不明なんですけれども、ツイッターでそうだということで、出回っております。バイデン大統領がコメント、無事だと聞いて嬉しく思うと。岸田総理がコメント、民主主義に挑戦する暴力には
毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしております。岸田総理も漁港で襲われそうになったもんね。安倍総理も襲われちゃったし、万事人ごとで毒吹く風の岸田総理でもこれは例外なのかな。犯人とされるトーマス・マシュー・クルークス20歳、匿名情報なので真偽は不明であります。なんで横顔しかねえんだって話なんですけれども、まあ、記事になっておりました。世論です。めっちゃしゃくれてるそこはいいから、見るからにやばいやつじゃん。今のところは白人とだけ報道されている。ペンシルバニア在住の白人であると報道されてる。撃たれた後のグロ画像が出回ってるよ。アメリカ版山上徹也、背後関係を明らかにしてもらいたいわ。あそこでガッツポーズできるのがトランプだよなと。まあ、真偽不明なんでこの人犯人かどうかわかんないんで続報待ちであります。撃たれた後にガッツポーズを決めたトランプにサンデーモーニング薮中水戸氏、選挙に有利に働く可能性がある。ゲスすいこと考えてすぐさげっすいよな。前場高子プラスのアピールにもなりかねないと言ってしまい非難豪豪。プラスのアピールになりそうならまあまあいいですけど、プラスのアピールにもなりかねないって、それはプラスのアピールが悪いことだって認識してんですよね、この前場高子って女がね。まあこれだもんな、かっこいいわな。世論です。さんもに本当にやべえわ。さすがにこの発言良くないだろ。悔しくて仕方ないんだろうな。相変わらず思想が強いな。ボロボロと内心が漏れてるな。巻き添いで亡くなってる人もいるのに何言ってんだよ。言っていいことと良くないことの区別もつかんのか。変更報道してる自覚ないの。極左にとっては中立の報道と。2016年、大統領就任以来ですね、トランプを憎悪するサンモニと日本のマスゴミ全般なんですけども、日本のテレビ局全局トランプのことを憎悪してますよね。理由はですね、安倍総理と親しかったから。これにつきますね。坊主憎けりゃ今朝まで憎いじゃないけれど、安倍総理に関わるものすべてが憎いんでしょうね。日本のマスゴミとも。バイデンですらね、無事でよかったって言ってるのにね。本人たちはこれがダメって一生理解しないですよ。周囲そんなやつばっかりだし、ネットは怖くて見れないし、見てないし、見てもバカが何書いてんだぐらいしか思わないしね。イーロン・マスクがトランプ支援団体に巨額の献金、トランプ陣営ノーコメントつってますけれども、これどっからいくら献金されたか発表するって、発表しないといけないことになってるらしいんで、まあまあそのいずれ、わかるでしょう。世論です。素晴らしいじゃないか。勝ち馬には乗らないと。ここで入ってきたイーロン・マスク。イーロン先週の鬼滅見たかな。鬼滅の刃が好きだそうであります。イーロン・マスク、もともとは民主党を支持してたけどポリコリにうんざりして転向した。もともとトランプ支持しててツイッターがトランプのアカウント凍結したことに腹立てて買収したわけだし、献金もするわな。かなりの額って一体どのぐらいなんでしょうね。米国基準が全然わかんないですけど、制限とかないのかな。経団連は自民党にですね、毎月2億円献金してますけれども、イーロンの資産42兆円だっていうし、経団連以下ってことはなさそうですね。経団連は自民党に毎月2億円、献金してですね、安い外国人労働者をもっと入れてくださいってお願いしている悪の組織ですね。トランプに追い風2。 Facebook とインスタを運営するメタ社が連邦議会選挙事件以来凍結されていたトランプアカウントを凍結解除すると発表。米国民は大統領候補の意見を同じ基準で聞けるようにするべきだと判断したと発表しました。世論です。露骨だな。風向きが変わったらこれ、そもそも規制する方がおかしい。民主党負けそうだから手のひら返し。もしかしてこいつらひよってんの。操作されない自由のメディア、自由なメディアが一つあるだけで見え方が全然違う。人物で罰則変えるのおかしいよ。旧ツイッター怖すぎと。メタ社はもっともらしいことを言ってますけれども、じゃあ今まで凍結したのは一体何だったんだと。ルールっていうのは明確な基準によって粛々とね運用されるべきであって、人によってとか立場によってとか状況によってとか思想によってとか
凍結されたり解除されたりっていうのがそもそもおかしいですよね。ツイッターがイーロンに買収されて本当に良かったですわ。昔はね、パヨった記事ばっかりトレンドに、右の方に上がってきたもんですよ。朝日記事であるとか、パヨに有利な裁判判決であるとかね。今はそういうことがなくて、朝日新聞のツイッターのインプレッションひどいことになってるらしいですね。笑っちゃおうなという話で、ということで、大事件が起こったんですけれども、今んとこ分かってんのはこのぐらいという感じでありました。続報があったらまたお伝えしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。